はい、じゃあ糸結んでいきます。今回はここの先っぽね、これリリアンって言うんですけど、ここにこの糸の結び方をやっていきたいと思います。まずここにね、結びこぶを1個こんな感じつけます。そしたら次もう1個、このつけたとこのすぐそばの辺にね、こうもう1個なるようにこうやって作ります。はい、まあ、幅はね、後でね、ここを掴んで取るためにここを2つ作ってるんで、まあ大体こんなぐらいかな、まあ、幅があれば十分、うん、はい。それで次ここに糸をこうやって折り返してもらって、2本こうやって折り返してもらって、でここの上でね、こういう感じで丸めます。わかる？この糸をこういうふうに丸めます。そしたらこれを下からこのここのね、こっちね、下から上にこうやって入れてもらいます。下から上に、そうするとこんな感じになると思います。こんな感じね。そしたらこの輪っかをね、締めていくんですけど、こうやって締めていくんですけど、その締めるときにね、ここのさっき作ったこの結びこぶ、これをこの締めていくときにここに引っ掛けるような感じ、ここでこういうふうになる、こうなったのをこういうふうになったのをここにこういうふうにね、引っ張って締めてもらいます。スーッと、うん、そうするとここで止まると思います。はい、これで完成です。そしたらこのさっき結んでできたここの下のぐらいねのとこをもういらないんで、ここは切っちゃいます。でそうするとこういう状態になると思います。そしたらね、この糸、こっちの糸を引っ張ってもらうと、こうやってね、ほらどん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 締まっていきます。はい、である程度ね、この輪っかをちっちゃいぐらい、この指が入るぐらいの大きさにしてもらったら、今度はこの竿先につけていきたいと思います。そしたらこのリリアンのところにね、まず輪っかを通してもらいます。そしてリリアンのね、先っぽをね、こうやった感じで持ってもらって、これを引っ張ってもらいます。ずっと、はい、で引っ張ったらある程度のところに来たら、軽くねクッと引っ張ってもらって、これで取り付け完了です。簡単です。でこの結び方が一番トラブルがなくていいと思います。おすすめします。で次、この糸を取り方なんですけど、さっき作ったね、ここの結びこぶのとこを持ってもらって引っ張る。そうするとね、こうやって緩んで取れるんです。はい、こんな感じでやってみてください。